はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっと洞窟から出たら話が進んじゃったんで、とりあえずここからやっていこうと思います。皇帝陛下、つい先ほど新たな魔王がルクセンダルクに飛来したとの報告がありましたと。やはりこいつら魔王の存在知ってますね。うん、ぶっ倒してやったぜ。おお。おお。我らの魔王とかいうのがいるんだ。なるほど、魔王絡みではあったな、やっぱり。よし、こっからルクセンダルクじゃなくて帰るか。町の名前がわからないけど。まあ寄り道をしてってもしょうがないからな。なんかアイテムとかありそうだけど。お、新しい。とりあえず全員攻撃でいいや。おっとっと、間違えた。仲間同士も攻撃しよう。一旦撃破。もうお前らは敵じゃない。いでーやばい、シルバーチャリオッツがなんか弱い気がしてきた。道はこっちでいいのか。よくこんな自在に船を動かせるよな。お、また同じだ。リピートしよう。うん、仲間同士はやっぱり攻撃力若干弱いな。しかも船の音楽なかなか渋いし。さあ、そろそろ目的地に到着するぞ。あれ、こっち違うし。あれいいのか。なんか夜になってきたから分かんなくなったな。お前の硬い甲羅もぶち割ってやる。弱い、赤窓し弱い。あ、こっちでよかったんだ。なんか色が暗くなってきたから分かんなかった。よし、上陸。情報を集めようと思ったらイベントが始まった。雨が降ってきた。テント？傘じゃん。なんで？げえ、ほんとだ。月に雨降らないだろ。だってこの爆電人
え、もう雨止んだの？ 一瞬だな。 傘の意味なかったじゃん。おお、久しぶりだな、アニエス様。マジか。雨が降ってきたんだよ。これどういう原理で消えるんだ？ラクリーカか。よろしく頼む。とりあえずアイテムを調達しよう。ポーションはとりあえず20個くらい。10個か。もう10個。ハイポーション高えな。半分こでだいぶ役立つかな。10個で1500円か。でも500円すんのか。いや、一気に金がなくなったな。これは厳しい。さあ、目指せラクリーカ。あれ？ このまま浮遊時を突入して大丈夫なの？っていうか、砂嵐でいけねえじゃん。敵のブレイブアタック。盾兵だ、盾兵魔法使わないといけないのに。おお、やばい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 。硬い。なんか頭の攻撃弱えな、やっぱり。これだったらおとなしく頭装備してた方がいいんじゃね？いけません。また戻んのかよ。 結構めんどくさいな。何、特にイベントがどうとかっていうのがない。寝よう。20円、安いな。とりあえず魔法塔みたいなところに行ってみますか。あれ、昼になったらイベントが発生した。しかもこの5つ星じゃねえの。お前も世間の役に立つ時が来たんだ。やはり星にこだわるか。卒業の時6つになってもしょうがなくね？ 卒業するんだから。ノルゼン教授。大魔導室ってかっこいいな。
通にしてればこいつも普通だな。あれ一瞬でついた。うん、星6つでもダメしたね。おお、ありがちですね。ん、ウッドリートって誰？でも夜にしないとダメなのか、そうすると。じゃあ一旦ちょっと外に出て夜にしますか。とりあえず戦闘はめんどくさいんで、エンカウント率は下げましょう。これ動いてなくても夜になるんだっけな、なんか忘れちゃったな。とりあえず夜になるまではこのまま動きますか。結構めんどくさいなこのイベントも。あっち行ったりこっち行ったり夜にしたりと。でもなんかこのままでも夜になりそうな気がするな。雲が動いてますからね。いや一応動いとくか。これまだ夕方だよな。お、夜になった。行くぜ。結構明るいじゃん。そもそも。こうこうとしてるな。普通学校なんて真っ暗なはずだけどな。入れるんだ。おお、この人？占い師と全く同じだな。占い師と同一人物かよ。なるほど、先生術。さすがだ大教授。
何？おお、ダイを生か、ダイを殺すために。仕方がない。なんでお前と戦わないといけないんだよ。おお、やってやろうじゃねえか。結構唐突に戦いになんな。試験。よーし、試験を通過してやる。まず劣化のウルフ。フィジカルアップ。マジか。あ、調べよう調べよう。調べるが意外に役立つからな。ただ早すぎると分かんない。5000、弱点はなし。人型、まあ人型だな。ウルフからバイソン。こいつどうしよう。ブリザード戦記、懇親劇。なかなかかっこいいポーズしてるじゃん。ほら強い弱い。いでー、超強い。なんだよ。マジか。ちょっとこれフェニックスの鍛錬じゃね。おいでー、あぶね、踏ん張ったー。意外に役立つ。踏ん張る。ケアルとかもうちょっと無意味な気がしてきたけど。あ、1だ。いいね。おお、やばい、懇親劇がだいぶ弱いな。うわー、こいつの攻撃も弱い。あ、フィジカルアップか。攻撃力がアップしてんだ。ちょっとガードしよう。耐えきれるか。マジックアップ。おい、マジかよ。トルネードアロー。おー、ぶねえ。バイソンホーン、ウルフファング、バイソンホーンと。これはもうオールケアルだな。よし、これでどうだ。よほわ、これ命中率が重要じゃないの。よし、だいぶ持ち直した。おお、強い。やはり2ヒットするのと3ヒットするのじゃ全然違うな。
マジックミラー、魔法反射、よし、とりあえず耐えた。え、今何した？ちょっと待って、ちょっと待って待って。ブレイブブレイブで、ウルフファングのバイソンホーンのウルフファングで、これツアーもずっとケアルだな。マグノリアが攻撃、よし、ケアールケアールケアール、よしよしよし、だいぶ持ち直した。よし、おらおら弱いティーズ。あー倒した。いやこいつはそんなに強くなかったな、危なかった。先制術師か、どういう状況だ。月魔法、フィジカルアップ、マジックパワーが高い。サポート系ですね。なるほど。おお、跳ね返した。かっこいい時空の羅針盤。おーおーおお、いや、こいつのケアルだ、ケアル。え、死ぬの？おお、死んだ。大教授が死んだぞ。大丈夫か、この学校。死体がない。すべてはなかったことにされている。宝箱残り2個どこにある？ちょっと探そう。教授の部屋を探そう。あった、バッカスの酒。酒かい。とりあえず表示が出るんだな、アイテムがあるところに行くと。ハイポーション OK。そうか、そんな強くないぞ。
こんな夜に何やってんだお前ら。実に平和だ。教授が死んだというのに。とりあえず一回寝よう。猫。猫は裏切らない。こいつらもいずれ敵になるのか。いやー、教授が死んだというのに何も変わらない。おい、五つ星、教授死んだぞ。ノルゼン教授には会えましたか？もう死んだよ。じゃあセーブしましょう。はい、というところで、とりあえず占星術師か手に入れましたね。ちょっとこれを見て。月魔法、未来予知って何？敵の先制攻撃とブレイブアタックを無効化する。占星術は？なんだろうな。ちょっと微妙な感じがするな。あ、でもジョブ特性に占星術。とりあえずこのまま赤間同士でいっか。というところで、まあ、とりあえず時の羅針盤とかいうのを探しに、じゃあ次回やっていこうと思います。お、よく見れば こっちの方にサブが出てるじゃないか、サブが。まあ、これもちょっとやっていこうと思うので、とりあえず今回はこれで終了したいと思います。